ウンスプネン城は、スイスのベルンコーチに位置する基礎自治体のビルダースビルにあった城で、現在は城石のみが残っている。インターラー県の街を望む現在地に、12世紀に築かれたと考えられている。城石の下では、スイスの伝統競技の祭典である、ウンスプネン祭りが開催される。ウンスプネン城は13世紀から14世紀にかけて、ベルンコーチに封ぜられた。 男爵家の領地の中心地であったが、城を築いた人物や男爵家の人間の名前は知られていない。1298年に初めて歴史に登場する老天府流の洞窟城祭と1232年に歴史に登場するウンスプネ年城は中世後期にインターラー県近郊のグシ子体区にあるリュッチネン橋を守る役割があった。1224年に ベーデンスビル男爵家と婚姻したトゥーンの領主ブルックハルトが13世紀の間に城を獲得し、以後ブルックハルトの領地に属した。おそらく1280年に、領地は相続のために二分され、エッシェンバッハ男爵がウンスプネン城と所属村落を引き継ぎ、バイスセナウ城のバイスセンブルク男爵がローテンフルー城と所属村落を継承した。 1805年にウンスプネン祭りが、ウンスプネン城下で開かれたことを記す、版画1308年に、老いのヨーハンパリツィーラによって、ローマ王アルブレヒト一世が暗殺されると、オーストリアのハプスブルク家が、エッシェンバッハの領地の領有権を主張したが、1318年には、バイスセンブルク男爵に対する見返りとしてこの領地の、提当を行った。1332年、 ヨーハン・フォン・バイス・センブルクに対して、ウンスプネン周辺の農民が放棄したが破れ、首謀者たちは、ウンスプネン城に投獄された。1334年、ベルンがオーバーハスリ地方に侵攻し、ウンスプネン城は包囲された。ベルンが城を陥落させると、囚人たちは解放され、城は、ベルンが支配した。1339年にラウペンの戦いで、ベルンが勝利すると、 ウンスプネン城とローテンフルー城は講和のためにベルンの帝当物件として承認された。しかし数年後の1342年、ハプスブルク家は帝当権を取り返し、さらにそれを同調するインターラー県とハルビールの領主及びキーブルク家に譲渡した。1386年の全フ派の戦いの中でベルンはこの地域を占領し、1397年には、 正当権を払い下げた。翌年、ベルンは、城と領地を、ベルン市民のゼフティーゲン家とシャルナフハタール家に売却した。しかし1418年と1515 15年の2度に、渡り、ベルン政府は、領家の相続人からその領地を買い戻した。1529年には、ウンスプネン地方を政府の直轄地とした。1762年に、ウンスプネン地方の土地は、 インターラー県成長に遺憾され、城は以後修繕されなくなった。しかし城石は1805年のウンスプ年祭りによって有名になり、それからは祭典とともに城石の清掃と修理が行われるようになっている。ありがとうございます。